最後に第三夜のお話をいたします。第三夜は舞林、浪速、狂言、火の酒、能、土蜘蛛、入れ違いの伝、白頭、この3つの演目をご覧いただきます。まず舞林の浪速は応仁という5世紀頃に、百済から日本に渡った伝説的な人物ですね。この応仁の舞が見どころとなります。続いて狂言は火の酒、これはですね、初日の演目と同様に非常に狂言らしい、笑ってしまうような、そのような作品かと思います。主人より留守を命じられた二人の人物が主のお酒を盗んで飲んでしまい、やがて二人で酒盛りをして、そんなところに主人が帰ってきてと、このような見ていて楽しくなるような狂言らしい作品かと思います。能、土蜘蛛、これは能においては割と見た目として派手な、どちらかというと幽玄的であったりする作品が多い能の中では、スペクタクルとでも言うのでしょうか。さまざまな人物が登場して、やがて後半では土蜘蛛の化け物、土蜘蛛の精がですね、巣をたくさんたくさん投げる、土蜘蛛の巣をですね、たくさんこう舞台上に白い糸の線のようなものがどん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 投げられる、視覚的にとても面白い作品となっております。でさらには特殊演出が2つもつきまして、どのようになるのかと、これはですね、実は観世流の作品でして、私宝生流なので、どのように舞台が展開して変わるのかというのは詳しくは存じ上げません。ですので見てのお楽しみということになります。しかしながら、初日の羽衣、2日目の高砂、3日目の土蜘蛛と、この3曲はもう本当に能の中でも大人気の曲たちで、どの日を見ても1日だけではなくて3日間見てくださっても結構なのですが、見ていてもう飽きない面白い作品たちが揃っていると思います。また夜桜能では物語の進行を、あるいは場面をより深く理解するものとしてイヤホンガイドを導入しております。このイヤホンガイドを聞きながら夜桜能を鑑賞していただくと、とっても何倍にも味わって、耳で聞いて、目で、肌で、五感で楽しんでいただけると思います。イヤホンガイドは本当におすすめですので、ぜひご利用いただければと思います。また昨年より英語版のイヤホンガイドを導入しました。この英語版イヤホンガイドは実はですね、担当するのは能楽師なんですね。我々宝生流の能楽師が英語版のイヤホンガイドを務めております。ぜひ、少し英語がお話しできる日本の方、
もちろん外国人の方にもご利用いただけるものとなっておりますので、いや英語版のイヤホンガイドもぜひお借りいただければと思います。本年の第29回お桜能も、まだまだ世の中は難しい時期ではありますが、なんとか開催までこぎつけた次第です。もちろん感染症対策は徹底しまして、昨年同様入り口にはテントを設けて、さまざまな対策を取りながら、できることをしながら奉納をさせていただきます。現時点ですと桜の開花予想は3月20日頃、そして3月の末に満開を迎え、4月の9日頃が桜吹雪というふうな予報が出ております。ちょうど夜桜能の4月の4日から5日6日の3日間は満開の桜たちが散り、花吹雪、桜吹雪の景色が楽しめることかと想像します。桜が散る中で能を見る、これ本当に美しくてですね、言葉にならない。ぜひこの景色を味わっていただきたく、夜桜能にお越しくださることを心よりお待ちしております。それでは本年の第29回奉納靖国神社夜桜能へお越しくださることを心よりお待ちして、事前解説お話を終わりとさせていただきます。下方宝生流能楽師田崎はじめでした。ありがとうございました。